しっかりと自分たちのやるべきことっていうのを、まあ、今できてるからこそいい雰囲気の中でより突き詰めていくっていう雰囲気の中でできてるなっていうのを思うので、もちろんピリピリする空気感っていうのを作んなきゃいけないと思いますけど、しっかりとサッカーを楽しむだとか、まあ、そういったところも含めて、まあ、今週もいいトレーニングできてるのかなと思います。まあ、今途中から出て、まあ、もちろん負けてる時だとか引き分けだとか勝ってる時っていう、まあ、それによってゲームの入りやり方、自分の求められてるもののところのプレーは変わってきますけど、まあ、最近はねしっかりと出てる選手たちがしっかりと点を取って、で自分が出る時はしっかりと走ってハードワークして、周りの選手、出てた選手の助けになるようなそういう動きだとか、まあ、体を張るっていうところが求められているのかなと思います。前節のカナダ戦なんて特にそうなんですけど、しっかりとプレッシャーかけていった中でショートカウンターでこうもうゴールを決めきる、で2点目3点目っていうしっかりと守備に回らずに取り切るとこうゲームを終わらせる、まあ、3点目も決めに行くことができているから、まあ、こうやって3点取れていると思いますし、まあ、ノリ中心にしっかりとゼロにもこだわってやれてる部分は90分間、それはすごいチームにとってもディフェンス陣にとってもすごい自信になっていくと思うので、いい形で次の甲府戦も、まあ、そういった気持ちでできるのかなと思います。しっかりと守って、まあ、カウンターがストロングポイントのチームかなと思うので、まあ、自分たちがボールを握って押し込む時間帯が多分多くなるとは思うんですけど、まあ、そういった中でもしっかりと、じれずにボールを回して相手を揺さぶって、ゴールに侵入していくっていうところをやっていきたいなと思いますし、最後はやっぱシュートで終わったりだとか、まあ、やりきるっていうところがあれば、まあ、カウンターも、ね、来ないと思うので、まあ、あと攻めてる時のしっかりリスクマネジメントっていうのを、まあ、ノリ中心にしっかりとやっていければいいかなとは思いますね。まあ、まずは一日一日しっかりとコンディションを上げて甲府戦に臨むっていうのが一番ですし、でその中で、まあ、今日もいい雰囲気でやれたんですけど、でそういったことっていうのがやっぱ試合にも出るんで、選ばれた18人がしっかりとこのピッチの上で準備してきたこと、それと今まで積み重ねてきたってことっていうのを自信を持ってサポーターの皆さんと一緒に戦えば必ず勝てると思います。まあ、そういった気持ちで一日一日をやっていきたいなと思いますし、そういったものがこう今まで積み重なってきたから今2位っていうね順位にもなってきてると思うので、あとはもう上だけを向いて一つ一つやっていけばいいかなと思います。まあ、自信持つことじゃないですかね。ゼロで抑えれるっていうディフェンス陣の自信もあるだろうし、攻撃陣はしっかりと点を取れてるっていうのは自信になってくると思いますし、であとそれをミックスさせて今週その週の練習したことっていうのを自信持って、まあ、ピッチの上で出せば僕たちと一緒に戦ってくれる素晴らしいサポーターの皆さんがいるんで問題ないかなと思います。金沢もホームみたいなもんでしたからね。本当素晴らしいというか頭が上がらないですよね、サポーターの皆さんには。ね、初めのとかは厳しいこともね言われたこともあったけど、やっぱそれだけの熱がやっぱ選手と同じぐらいあるからこそやっぱ出る言葉であって、アウェーでもね、あれだけのサポーター来てくれてホームのように選手は感じてたし、そういったものは自分たちの背中を押してくれてるんで、まあ、自信を持ってやりたいなと思います。
いつも、熱い応援ありがとうございます。アウェイにもかかわらず金沢にもたくさん、来てくれて本当ホームのように、思ってました。そしてプレーしてました。次は明日でできるので僕たちの背中を押してください。そして一緒に戦ってください。お願いします。